こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。えー、今日はですね、ゲルモイスチャーライザー。えー、こちらのですね、水のクリームが、えー、もう切れましたんで、えー、これの詰め替えをまず、あの、したいと思います。まあ、こんなもんなんですね。えー、防腐剤も入ってない水だけのクリームでございます。えー、それをまずはこちら開けます。 もう本当に真空パックになってますので、こんなことでもう一滴残らず、うん、出て、えー、本当に無駄がないんです。もうこ,うまあ、こんな形で、えーねえー、出てます。こういった形で、えー、今度これをですね、どういうふうに入れるかをですね、えー、ちょっと教えたいと思います。まずはこういったあのー、詰め替え用の袋がありますので、えー、これをお買い求めください。 そしてこれを、えー、折り曲げ線っていうところがありますのでここから曲げていただきますそして、えー、この筒の中に、えー、こう入れますシュッシュッシュッときちっとこう入れてくださいねそしてうんとこれを蓋をしますちっとしてそしてくるくるくるっともう,もうこれで出来上がりです これで、えわ、ー、かりますかね。出ましたね。こんな形で、えー、はい、これで出来上がりです。これをですね、私はいつもですね、えー、この水のクリームを、えー、このように、えー、まあんてんですね、えー つけて、えー、今自分でしたらすごく乾燥してますので、えー、もう顔はもちろんのこと、えー、首筋、そして、えー、髪にもですね、えー、つけてやってください。 えー、もう、どんなところにつけても結構ですから、えー、足でも、背中でも足、足、また、体でもですね、えー、どんなところでも結構ですから、えー、これをつけてやることによりまして、乾燥が防げて、本当に潤った、あのー、お肌になります。このモイスチラッシャーライザー、何が使うかというとですね、えー、水が違うんですね。えー、こちら書いております。えー、抗酸化水っていうのを使っております。 この抗酸化水っていうのは、劇的な保湿効果があるんですね。それと、その保湿をする持続力もあるし、それと柔軟保護という、こういった3つの機能があります。えー、それで、あの、抗酸化水を使うことによりまして、こういった手荒れがですね、このように改善をしていったりですね、えー、また、あのー、すごいんですよ。あこれはね、 あのこういったラットでもしてるんですけども傷口が早く治ったりですねえいうようなこともありますまたあのこの抗酸化水えちょっとですねえこれはちょっとこんな形でちょっとえぐい写真だったので見せられないんですけれどもあの心臓外科手術の方でもですね この抗酸化水を使うことによりまして、生存率が上がっているというような、そんな風な形で、本当に腐らない水ということなんですけれども、その水を使ったのが、このイリヤールのゲル、モイスチャーライザーなんですね。これを使うことによりまして、そして、あの、非常にお肌の保湿、潤いを与えてくれるというようなことになります。 私はこのように使って、毎朝、毎晩ですね、お風呂から出ると、これでやって、そして、また朝ですね、これをやってという2回やっております。それと、あと、最近やってるのは、このほほばオイルですね。これとほほばオイルを混ぜるというような、こんな形でちょっとやってみましょうか。このほほばオイル。 小分けにしてるんですけども、これを2つぐらい、2プッシュぐらいやってですね、で、こういう風に混ぜます。オイルとですね、歳を取ると水だけではですね、どうも、あの、保湿以外にちょっといるので、僕みたいにちょ,ちょっとこう、歳が入った人間はオイル、こういった方法ばオイルを塗ることによりまして、肌に、さ、え、ら、ー、にですね、 オイルをの塗って、えー、まあ、ツヤを出していくというような形で、えー、やっています。えー、どうぞですね、えー、いろいろな使い方ができますので、まず、えー、基礎の、えー、オールインワンを使っていただいて、肌に潤いを与えていただいて、それプラスアルファ何かをすればいいかもしれませんね。えー、まあ、それはもうそれぞれ、これがまず基本でございます。それでは、さようなら。